日本兵庫県神戸市東灘区住吉本町 JR 六甲ライナー住吉駅北口駅ビルはショッピングセンター住吉本町は神戸市東灘区の町名平成17年国勢調査における世帯数は2922人人口6063で内男性2761人女性3302人 郵便番号658-0051。東は、住吉川を挟んで、西岡本、南は、JR 線を挟んで、住吉幹線伊藤が、住吉東町、伊勢が住吉宮町、西は、東、三影線を挟んで、旧、三影町一期の三影郡家、北は、阪急線を挟んで、住吉山手に接する。1から3丁目まであり。 山手幹線以南の有馬道伊東が1丁目、伊勢が2丁目、山手幹線以北が3丁目である。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、住吉本町1の16の3の地点で38万5千円、平方メートルとなっている。旧住吉村域の阪急神戸線以南、JR 東海道本線以北に相当する。 昭和60年に、住吉町、柿内、九郎さえ門の日田、丹高林、中島、古路、坊が、塚、宮西、宮東、守る堂、雨の神、牛神前、小原田、柿添、室の内、牛神、牛神東、観音林、小坂山、小林、道の本、神道の各自と三陰町分家の一部が、住居表示実施して誕生した。住吉町、 柿内の柿内とはいわゆる宮垣内で、診療地として柿を巡らせたところ。黒沢門神殿は、昭夜の黒沢門の開発した二つの神殿、京方十年、三年のミニと、その後虎年にできた神手の虎神殿を合わせて、開発者の名を冠した。住吉川沿いにある半高林とは、土地が粗悪で収穫が当てにできないため単別だけ。 測定しごく軽い税がかけられた、繁工場であった林であった場所。守る堂は、吉田貞房の三男、幸い丸ロが道盛りしていた、薬師堂があったと言われる。お原田は、住吉村氏によれば小津には、おばら台となっているという。室の内は、落合重信の説では、宇内軍の軍画があった場所であり、隣に軍家という地名があるが、軍家とは、軍の役所のある。 集落全体を指す語であり、群がの所在地には、館の個語である、室積みの点火した室の内を当てるべきとする。国土交通省地下工事、都道府県地下調査。ありがとうございます。